レジオネラ症の集団感染があったのは、大崎市古川朝日の A 人会病院です。県によりますと、先月28日から今月14日までの間に、40代から90代の合わせて6人でレジオネラ症の届出がありました。そのうちの80代の男性は死亡後に感染が確認され、あとの5人は4人が回復傾向にあるものの、40代の女性1人が今も重症です。 大崎保健所が調査を行ったところ全員が永神会病院を利用していて病院の空調設備2基から目安値を上回るレジオネラ属菌が検出されましたレジオネラ症は咳や高熱などを引き起こす感染症でレジオネラ症の集団感染が確認されたのは県内で初めてです 県は、この病院を利用した人で38度以上の高熱などの症状が出た場合は速やかに近くの医療機関を受診してほしいと呼びかけています。